いろいろあったんですけどもエクシアという,う会社は詐欺なんでしょうかポンジスキームだとしたらどの辺でそういうのを見分けるんでしょうかということでございますあのエクシアっていうね会社ね確かエクシア合同会社って言って日本に会社があってそこからみずほ銀行を経由してシンガポールかどっかにお金を渡してそこにある同じような似たような会社がお金を増やしてで増えたお金を日本に 返してそれを会員さんに分配するみたいな謎の仕組みでしたよね私エクシア参加してないんですよただエクシアにがっつり参加してる私の弟子からいろんなレポートを受けてねで、あのい、ー、ろんな企業の方がそこの顧問になってるってことも聞きましたそして国も認可してるってことも聞きましたけどもそもそもね国が言ってるから大丈夫って思考回路私にはないんですよ国がオッケーって言ってそうじゃないもの,っていうのはたくさんありますしそのたくさんのうちの一つかなと国で 国が判断するって言っても結局は人が判断することなんで分かんないわけですよ。エクシャっていう一企業のことをじゃあ国の誰がねそこまで詳しいんですかとか未来永劫を保証できるんですかって言ったらそんなことないですからね。だから国が作った会社とか国が作った組織でもいくらでも不正が暴かれていくらでも潰れてるんでそう考えたら国が保証してるとかね。で弁護士の方がそこに顧問してるとか何の根拠にもなんないんですよ。最大の根拠は自分が見抜く目を持っているかなんですよ。 誰かが見抜いたからといって、それが自分の見抜く目ではないですからね。やっぱ自分なりのポジションを持って現実を見ていかないと、いつまで経っても情報や人の言葉に振り回されて何も見えてこないってことが起きてきます。まあいろいろと申し上げましたけども、エク駅アについては詐欺なのかポンジなのか私は知りませんし、興味はないですよね。まあただどんなことでもね、誠実にやってる事業でもどっかで終わりが来るんですよ。破綻するんですよ。潰れるんですよ。 Google だって YouTube だって未来英語の会社ではなくって、どこかで世の中のテクゾンのジについていけなくって、もしかしたら形を変えるなり、今の Google って形から大きく変容するかもしれませんよね。そういうもんだと思いますよ。エクシアはもう最初は真面目にスタートして信頼を固めたのかもしれませんけどもね。あの、これは私の仮説ですけども。だんだんと扱う会員数が増えていくと、 期待に応えないといけない。いわゆる利回りも出さないといけないってことで、その利回りが出ないときに、会員さんから一時的に預かったお金を約束通りの分配に回すっていう自転車制御を始めちゃうと、もうそこから転落に向かうってことも十分あり得ますし、そういうのも想像しながらね、エクシャーという家でも、自分が参加してからずっとうまくいくのかどうかわからないよ。そうなったときも恨みっこなしですよっていうふうに、前提を持って参加しないと、話が違うぜみたいなこと言ってもね、 話は変わるんですよ、それ時期とともに、時間とともに。まさにエクシアが始まった頃って、今、大型な世界中で巻き起こっている感染症とかね、オミクロンとかね、あれもなかったわけでしょ。ないばかりか、エクシアがそういうことを想像もしてないわけですよ。また、今みたいな国家間のね、ああいった侵略数もないわけでしょ。わかんないわけですよ。で、来年も再来年もその次もわかんないことが、誰も予想してないこととか、占い師の誰もが言ってないこととかね、起きるわけですよ。 で後付けで分かってましたとかいう人いますし後付けでいろんなこと言う人いると思いますけどもそういった予測不能なことにも対処しろっていうのはまあ酷な話ですよそれは。南海トラフがいつ起きるかとかね首都直下大地震がいつ起きるとかあの金融規制当局にまたさまざまな圧力がかかるとかね分かんないわけでしょ。うん、まあね、まあ、強いて言えば エクシアの日本法人からシンガポールかどっかの海外口座にお金のやり取りがあると思うんですけどもとてもじゃないけどもエクシアの会員さん全体にお支払いしてるお金とちょっと整合性は取れてないなっていうふうには私は見えますよ。具体的な金額は申し上げられませんけども会員さん皆さんに合計でね例えば10億円を払ってるとするでしょでもエクシャって会社が扱ってるお金が3億ぐらい。 だというふうに銀行の送金記録があるとしたらじゃあ差額の7億ってどっから出てるんですかっていうふうになってくるんですよ。まあこの数字はねちょっと今私が適当に申し上げましたけどもら考え方としてはそういうふうにして裏付けを取っていくと思うんですよ。でその裏付けを取るのは誰なんですかって言ったらそれは会員さん自身ですよ。うん、苦労すると思いますけどそういうのは銀行に問い合わせるなりね内部情報を教えてくださいっていうなりして本当に解明したいんだったらそういうふうにしていかないと。 まあ教えてくれないと思うんですけどねでそれが分からないんだったら結果的には分からないです。エクシアの金の動きは見えてないです。でもなんとなく自分の口座には個人的にお金を増やしてくれてるんであなたもやってみませんかっていう誘い方がまあ一番正直ですよね。でもそうじゃなくって「大丈夫です大丈夫です大丈夫です」ですって言って自分でもその「大丈夫」の理由が分かんないのに人に勧めてるわけでしょ。うん、それだったらすごいリスクが高まるんで 自分は儲かってるけども誰にも話しませんって言った方がまだね被害を抑えられると思いますし被害じゃなくて儲ける時でもきちんと自分が儲けられるのでその儲けた分から本当に幸せになりたい人にお金を分ければいいんですよ。<laughs> で極端に言ったらね。で結局あの自己責任っていう言葉をね上手に使って 自分の紹介報酬欲しさに周りの人に紹介して信頼関係のある人に紹介してその人が儲かろうと儲かる前と自分は紹介報酬でリスクを低くしていくっていう形じゃないですかだからそういうこともちゃんと話してあげれば本当にいい関係なんじゃないですかでもそういうふうな万が一このエクがダメになったら自分にも責任が及ばないように前もってなんかいろいろ策を打っていこうみたいな感じだったりまあそれならまだいいんですけど策も打たずに とりあえず、メグランべっぽにね、紹介してるっていうのが、多くの会員さんの事態ではなかろうかと思います。あの、未来へ行こうのビジネスはないですし、まあ、せいぜい5年続ければいいんじゃないかな、というところだと思いますよ。じゃあ、その5年の間に、エクシャなんかに出資するよりもね、あく,あくまでもエクシャなんかにって言いますけども、別に自分でエフックス攻略すらよくないですか、と。さすがに5年はかかんないですよ、エフックス真面目にやって勝とうと思ったら、うん。その5年もかからない2年か3年に、自分磨きですよ、まさに。 FX 交流攻略のために2、3年かけた方が、そういった他人の会社にね、お願いしてお金を増やしてもらったりとか、わざわざ紹介活動したりとか、エクシャのパーティーに出るみたいなことをしなくても、そんなね、FX で勝てれば人脈なんていらないですからね。要するに、みんなさんが人脈を大事にするのは、その人脈からね、自分に利益を得たいと思うからでしょ。私の考える人脈っていうのは、ああ、この人に、 お役に立ちたいなとこの人のために何ができるだろうっていうふうに損得抜きで何かをしたいと思った時に思い浮かぶ顔が人脈だと思うんですよなんかそれは基本的には家族じゃないですか家族とかお父さんお母さんとかねエクシャに参加してる方でどうですかねあのお父さんお母さんにエクシャで儲かった分からお小遣いを毎月あげてますみたいな人あんまりいないんじゃないですかね <laughs> まああれをしたらいいこれをしたらいいって私が決めれるもんではないですけども。 うんまあ、いろいろと私なりに申し上げた結果エクシャはね分かりませんと私参加してもないんで誘われたことがあるだけなんでだからね久保さんも参加してるんですよっていうふうに言うのは完全に嘘ですからねこれも何回も言いましたけども <laughs> なことするわけないじゃないですか参加してたら自分で積極的にもっともっと情報開示してますよって <laughs> いうことなんであのいろんなね話があると思います で、それが本当なのか嘘なのかを見分けることは非常に困難なんで私から言えるのはリスクヘッジですよねその話があのインチキであってもあそうだったのあ、残念まあいいや別にうん、もったいないな残念だと思うけども知名度じゃないし最初からそんなもんだと思ってるしみたいなね軽い気持ちで参加せないんじゃないですかあくまでも自分が稼げる力を身につけるのが前提で自分でいつでも稼げるようになったそのプラスアルファで ポートフォリオとしてエクシアみたいなのに参加もありえると思いますけどもエクシアが収入の柱になってるとかね、うん、そういうのはなんか、うん、私はまああまりおすすめしないかなってところですね、はい。以上でございます